はい、こんにちは、岡崎です。ニューカッスル監督キャリア始めていきます。初戦はリーグ14位のシェフィールドユナイテッド戦です。この試合のチーム編成です。それでは試合をやっていきます。これ勝ったら今シーズン初の5連勝だからな。勝ちて作動する。待てよし、しっかり下げて、よし、来た、よし、点、ナイス、ジュエリントン、さあ、得点王、単独得点王に向けての1点や、さあ、23ゴール、これで今、トップと並んだはず、これで並んだ、いいね、やっぱ判定強いね、フィジカルはあるわ、さすがに、フィジカルの強さはやっぱあるんだよな、ジュエリントン、23ゴール。いや、待て、さあワンツーいっか、シュート、ああ、クソ大きい。ちょっと一回落ち着けて中央落として、よし、シュート、わーい、カス、いや、終わった。こーら、終わったわ。さすがに。いや、マジかよ、マジで。その距離からヘディング決める。いやー、相手攻撃早いな。いやー、なんつーヘディングや。ほぼボレーと変わらんねえけど。いやー、流れは悪くなかったんだけどな。同点にされてしまった。この相手めちゃくちゃ、シェフィールドめちゃくちゃオフサイドが多いんだよ。いやー、マジでさあ、そこはついていってくれ、しっかり。マジで、いやー、もうまたっさり許した、逆転を。この形な、守りづらいんだよな。切り返しもあるからな、切り返しもなんだったらシュートもあるから。まあでも最初の段階でパスをもうちょっと狭めることかな、防ぎ方としては。ミスムセ、あー、ハリー、よっしゃ、ナイスカット、よし、来た。くそー、押しっけ、下げて、来た、開いた、あいや、嘘でしょ、そのシュート。いくら逆足したからってやっていいシュートと悪いシュートがあるよ。はい、終わった。いやー、もう一瞬、取るのも一瞬だけど返されるのも一瞬、いつものこと。どうにかしよう、絶対危ねえと思って。今上がってくれ、誰か上がってくれ、よし、取った、これ取ったでね、取ったかじね。まあね、まあエースよ、そりゃエースよ。だからエースなんだよ、このぐらいのシュートは決めてくれる。ここら辺もね、サンマクシマンとかだとちょっと怖いんだけど、ジョエリントンだとやっぱ決めてくれそうな感があるね。オッケー、またツートップもちょっと考えてるしね。あー、サイドに出すつもりだったけど、まあいいわ。ちょっと思ったよりも、なんかさっきから前目に来てね、結構。ここボランチ当てて、ちょっと待ってね。おし、来た。ハットトリック。これは得点を、間違いなし。いや、30ゴールは厳しいかとか思ってたら普通にいけそう。3点目決めると思ってたから、この動き出し完璧。そして決定力25ゴール、あと5ゴールで30点か。30点目指したいな、こうなったら。クリア、頼む。あー、これあかんやつや。おー、ラッキー。ただこぼれ球拾えるかは別問題。拾えないね、やべ、これ。あー、おー、ナイタックル、素晴らしい。そんなパス通しきらないの、くそ。いやー、奪えそうで奪えない。やっべ、あー、やらかしたと思ったけど、どれも触らなかった。危ねえ。いや、待って、思った以上に相手の攻撃が激しい。やべ、あー、終わったか。やべ、あー、助かる。
頼む。やばい、奪えないんだよね。ああ、おい、セーフ。武藤じゃねえわ、柄のプールスに来た。ああ、マジ武藤に出したつもりだったんだ。全然違うとこ行った。シュート、いやー、ダメだよな。終わりだな。よし、3、2、勝ち。そしてジョエリントンハットトリックと、まあ、試合内容通りの勝利って感じかな。今日は珍しく2試合目は10位ワトフォード戦です。この試合のチーム編成です。それでは試合をやっていきます。さあ、雨が降りしきる中の試合、6連勝を目指してやっていこう。でもちょっと中盤行った方がいい。おー、ナイス、ザニーをさすが。これ一旦チャンス、アンマクシマシュート、いや、あ、ポスト、ナイス、縦パス、サイド落とす、中央サイドシュート、いや、引っかかるか、それ、ニアカンかよ。さあ、よし、来た。これはいい形なんだけど、いけや、クソ。いやー、すぐに距離あるか。ないコーナーを叩き込んでやる。おっ、あ、逆サイ使いたかったけど、よし、かわした。なんかついなんか勝手に突っ込んできたわ。はいや、このサイドバック、やっぱ、やばい。え、 PK？ いやー、ぶっちゃけがっつりボールにいってるからこれかわいそうじゃね。俺が言うのもあれだけど、まあ、最近ちょっと左バックだから右行こう。よし、決まった。攻撃陣が好調な証拠。9ゴール。あと1回ぐらい PK ありそうだな、本当に。はい、クソ、クソプ。マジか、その距離のニアって抜けるのか。いや、正直抜けねえと思ってた、今の距離のニアは。コースあっても問題ないだろうと思ってたんだけど、抜けるのか。てか、抜いてくんのか、すげえな。守備入れすぎたな。また速攻返された。点決めた直後に気緩むのマジやめた方がいいな。はぁ、返すけて。さあ、ボランチ預けて。最高。ミドル、おっ、惜しい。強くないか、オッケー。ただこんだけバウンドしてるとフェイントがきついんだよな。さあ、サイド行ってくれ、浮き球。さあ、いい位置。ちょっとここはトラップで前出して、ここ、オッケー、完璧。さあ、リードはそう簡単に点の取り合いじゃ負けないぞ。なぜこのタイミングにあって唐突に絶好調になるのか。伊藤も点取るね。5ゴール、リーグ勢が5ゴールだけど、カップ戦で FA10 ゴールだからな。ファール、いやー、ノーかー、ノーファールか。いや、通るのか、これ。おお、しかもオフなしか、素晴らしい抜け出しだな。ほら、あー、クソ、クソみたいなパスだって、浮き球じゃなくてグランダーの方が良かった、そもそも。いや、てか、ほんと縦に速いな、あとフォードの攻めする。よし、来た。ミドル、いや、惜しい。オッケーオッケー。中央。やべ、あー、しくた。あー、危ねえ。サイド。反転しようかと思ったけど、そこまでプレスかからなかった。いや、いける、いけないんだよな。ボランチの人下がってほしいんですけど。よし、前半終了。攻めまくって、まあ 2-1 だし、悪くないんじゃない。まあ、ただお互い攻めた感はあるけれど、こっちの方が多分ちょっとバカして攻めてた気がする。やべ、ドップル。いや、もうこれサイドバック詰めるしかない。やらかした。謎に前進してしまった。
いやなんでここセンターバック前進させたんや。いやまあ確かにうまかったけどあっさり。前半だけリード守ったのに後半開始になった途端に一発。攻撃悪くねえんだけどな、点取れねえんだよな。シュート、よし。いや久しぶりにいいシュート決められた。あのシュートは素晴らしい。やっぱフリーだとシュート、フリーならシュートを打つべきなんだよな。完璧なコースでしょ。あれはゴールキーパーどうしようもね、ポストが立ってるし縦目に落ちてるし完璧。いやでも攻めまくってる時間帯にマジでリード取れたのがでかいよ。ロブリン6ゴール目ち。やばいよ、サイドバック戻ってお願い。ウィンガーでもいいよ。よし、オッケー、ナイス。いや、ここはもう詰めろ、お前が詰めろ。いやだよね、危ねえ、ナイス。クリア。危ない。クリアっていつ、全然クリアできてない。あ、これやべ、高さがかかってね。ここでも勝てる、素晴らしいね。さあ、行くぞ。突っ走れ。トラップ。あ、ドフリーだ。行くしかねえ。仕掛けてやる。シュート。よし。1対1なら負けねえよ、そうそう。サンマクシマンは。2点リードはでかいぞ、この時間帯の。いや見事なカウンター、単独カウンター。コーナーから叩き込んだ。さあ、9ゴール。やけくそパスやめて。本当に。我ながらやめてほしい、やけくそパスは。いやーそこか。いやこぼれとこ、こぼれるところよ、良すぎでしょ。もうきっちりよ、それは防げねえよ。めっちゃいいところにこぼれ、しかも綺麗に完璧にトラップされたし。いやきついよそれは。まあ時間はもうほぼない。きた、うわぁダメか、まあいけねえと思ったけど、まあ終了。3対4、2対3の次は3対4だ。6連勝。シーズン終盤の調子の良さ、えぐいな。めっちゃ調子よく、なんか、ここに来てハマってきた感じがあるな。ということで、3試合目は5位のトッテナム戦です。この試合のチーム編成です。それでは試合をやっていきます。ここまで5連勝だからな、6連勝をかけた戦いが始まるわ。シーズンで6連勝とか1回も経験ないからな。まあ、5連勝もないけど。どんどんそっちに出したの？サイドに出してよ。うわー、しかも奪えそうで奪えねえし。いやーまたこの子だ、ここの子だ、ここ怖えんだよな、いつも入り込んでくる子怖えわ。よし来た、入ら、完璧。シュート、いやークソダメか、さすがにコースねえか。 OK、 よし完璧。いやーどうしよう、あー無理だこれ以上。判定、よしかぶしてきた。 OK、 シュート、あーいいカス、カスみてえなシュート、あーいいと、浮き球だよ。よし奪える、あーいい奪えない、奪えてお願い。あーこれダメだ、おー助かった。ないな、ずっと守備に回されてるって感じ。うわそこから出すか、あー無理、それは無理。なんか正直攻められっぱなしのまんま失点した感じがあるな。いやーまあでもこう暴れ球がそこ行っちゃうとな、もう無理だな、それはどうしようもない。ルクスモーラ、なんか策がねえんだよな。よし来た、よーし1点どうね、よし OK 聞いて、よかったいい流れで点取り返した。いやーうまく縦パス入ってる、ダイレクトのパスこれ取ってよかったな、コースなかったけど。16ゴール、いやーよかった狙い通り通したな。あーもうマジで、あそこで奪われるのマジで一番いいな。終わった、もうマジでさ、いい位置で奪われるのが一番あかんって言ってんじゃん。いやもうこれボールロストが全部だわ。あの
しかもあそこも奪い返す、そのところで奪い返せなかったし、いやーよくねミスが2回続いて失点ってよくないよ本当に。これオフだな、決まったけどオフだわ、だよねちょっと遅かったもんな、あそこスピードいけるかなと思ったけどダメか、前半終了1対2。いやーちょっとマジであの失点もったいなかったな、完全なミスだったからな、奪われたのもそもそもミスだし、さらにミスがつながったせいでボールつながっちゃったっていう最悪の感じ。よしよしよし完璧、ナイストリプル突破、さあ1点返したぞ、さあ 2-2かわしきれたのよかったな、あそこで。そして決めきれた、1対1きっちり、よしよし10ゴール2桁、これはいいぞ。うーん奪えねえ、くっそ早い、そのふうに、あー来るか、いやーマジか、あーマジか、そこでヒールパス出すか、よし、いやー奪えた、いやこれやべえわ、いやーもう終わった、うわーマジでこぼれるんだよなそこに、いやーまあでも今のパスがよくねえわ、クリアすりゃよかったぞ、もうまたミスったじゃん、また無理に繋ごうとしてミスった、あそこシンプルにクロスすりゃ、クリアすりゃよかったな、なんかマンチェスターシティ戦みたいなことになってきたな、人数いいね、 OK、 いやーダメだろうなこのパス、おい、なぜか通った、おら、いやー触るか、くっそ、めらんね、マジかよ、あーサイド間に合わねえなこれ、いやーこれ絶対間に合わねえよ、終わったくせ、あー今奪うべきだったな、ウナイスキーパー、さあどこ来る、うわー奪いねえか、そこめっちゃ奪いそうだったんだけどな、サイド来るな、上クロスか、すげえところ走くな、びっくりした、サイド、さあよし来た、裏、さあこっからどうするかや、オッケー来た、止めるのか、来たと思ったんだけどな、あれ止めんのか、びっくりだわ、やべえ、かわされた、すっすりかわされた、あこれマジでやべえ、これはマジでやべえ、オッケーナイスキーパー、いやなちょっと今やべえ、マジでラストだからなこれ、いや聞けマジでそれ倒されるのか、いや負けた、ミスで失点2ゴールはよくねえよそりゃ、そりゃ負けるよ、2失点が自分のミスからだからな、まあこれに関してはもうなんかどうしよう、そりゃまあ負けるわって感じ。はい、ということで残り2試合となったのですが、まあ順位が現状7位で2試合2連勝しても2連敗してももう順位が変わらないというところまで来てしまったので、事前に言っていた通り今回シミュレートで残り2試合はもうシミュレートしていこうと思います。ということでまずブライトン戦です。さあどこ、おー 2-2、ザニオルとベンダルブが決めたと。はい、ということで最終節のリバプール戦ですがシミュレートします。さあジョエリントンは点を取ってくれるのか、あー負けた、ノーゴールで負けてしまった。はい、ということで今シーズン終了です。最終的にリーグ戦の順位は7位と、で1位リバプール106ポイントで強すぎでしょ、めちゃくちゃ勝ってる。で得点ランキングは、スター、てか最後のスターリングの追い上げやば。数試合前まで、ジョエリントンとほぼ差はないぐらいだったのに、急にめちゃめちゃに固め打ちしてる。最後の最後でちょっとスターリングと固め打ちで逃してしまった感じですね、得点を。じゃあアシストは、と思ったけど、およかった。アルミロン15アシストで、マネと同率1位ですね。で、あと個人タイトルとしては、エミュレーツ FA カップの得点王が武藤。武藤カラバオカップの得点王にもなってます。3試合で6ゴールっていう。まあ確かにカップ戦常時固め打ちしてるような状況でしたからね、武藤も。
やっぱとりあえず個人スタッツ、ゴール数とアシスト数は特に、基本的にはフォワードの選手から見ていこうと思います。じゃあ、武藤選手、まあ、21試合出場で21ゴールと、まあ、てか、カップ戦での固め打ちがとんでもなかったですね、本当に。常に点取ってるイメージ、カップ戦は常に。プレミアリーグは、まあでも5ゴールですからね、悪くはないです。控えでしたし。で、パソコク選手も4ゴール、6アシストと、結構頑張ってくれてましたね。で、ジョエリントン選手はエースとして、まあ、28ゴール、8アシスト。いやー、序盤は本当に点取らなくて、このチーム大丈夫かよと思ってたけど、最終的にはもうエースらしい成績になってくれました。まあ来シーズンはメルテンス選手も来るんでね、そこら辺との、まあ2トップもちょっと考えてるので、そこら辺は臨機応変にやっていきたいと思います。で、アルミロン選手。まあ12ゴール17アシスト素晴らしい。まあアルミロン選手にもだいぶ助けられました。アシストランキングトップですしね、プレミアの。で、サーニオール選手18ゴール14アシストと。まあ立派、素晴らしい。32ゴールに絡む活躍。入ってからもう一気にチームが上向いたからね、本当にありがたい。で、ベントレプ選手11ゴール6アシストと、まあベントレプ選手意外とゴール数が多いんですけど、多分これ PK 担当してたからでしょうね。で、ロングスタッフ選手もまあ途中出場が多いながらも4ゴール5アシスト。で、シャパレンコ選手5アシストと、まあちょっと得点してほしかったですね、期待株ですし。サンマクシマ選手が11ゴール15アシストと。まあ数値的にはまあアルミロン選手とザニオル選手には負けてますけど、まあただそれでも十分すぎる活躍だったかなと。数値以上の活躍の印象がありましたね。途中、サンマクシマ選手のサイドからしか攻めれねえみたいな状況になってましたからね。で、ソブニン選手も6ゴール12アシスト。で、まあサイドバックとかまあやっぱ、サイドバックはね、どうしてもちょっとうちのチーム的にアシストがあんまり多くならないんですけど、まあそれでもウィレムズ選手多いですか ?6 アシストで。で、まあ、デブラフカ選手、すべての試合のボール回すを守って、まあ、無失点から6回伸びと、まあ、ただね、大活躍してくれたんで、本当、ありがたかったです。ということで、今回はここまでです。次回は新シーズンのプレシーズンマッチからやっていこうと思います。まあ、来シーズン、ちょっと今シーズンはね、どうしても戦力補強というよりは、まず国籍の違う選手を集めるっていうところに目、行っちゃって、いまいち強化ができたか、できなかったんですが、来シーズンはかなりの選手をリストアップしているので、一気に補強がやっていけると思います。それではご視聴ありがとうございました。